宮沢賢治作「山火」192454風が切れ切れ遠い列車のどよみを乗せて木々に寂しく復唱するその青黒い金光林のてっぺんで鳥がツワーッと叫んでいる 今度は風のけ毛ろいそれを、カエルがあちこちぼそぼそらび、斜星が潰れたラッパを吹く、古びて青い黄昏である。今夜も山が焼けている。野面は激しい影楼の波。棒と緑な麦畑や、しまいは青黒いカ田の果てに、 濁って青いシグナルのブイ。焼けているのはタッソベあたり。また新しい南の風が林の淵で砕ければ、馬をなだめるはるかなバスと、冷たくふるう野原の香り。山火がにわかに二つになる。 シグナルは赤く変わって透き通り、一列浮かぶ防雪林を、淡い客車の広角が、音なく北へ駆け抜ける。火は南でも燃えている。ドル面まがいの見陰を乗せた、先着ばかりの準平原があっちもこっちも燃えてるらしい。 古代神楽を伝えたり、古風にくじをしたりする、つぐないややぎまき編の小さな森林消防隊。カエルは遠くでかすかにさやぎ、もう一度ねぐらに羽ばたく鳥と、星の周りの青い傘。山火はけぶり、 山火はけぶり。半生暗い稲光か,から、わずかに風が現れる。